前回のハードライン。警察だ、くたばれ。ドラは確認したのか。おい、俺は手錠をかけてた。やはりはあんたの役目だろ。早く行け。だぞ、逃げても無駄だ。いざ、奴を止めるぞ。お前には黙秘権がある。銃撃戦の末、容疑者5名が死亡、1名が拘束されました。マイアミでは麻薬絡みの銃撃事件が今週4件発生しています。スカイファイブでは捜査担当のジュリアン・ドーズ警部に独占取材しました。現場から中継です。現在も捜査中です。ノーコメントですか。私は現在も捜査中と発表した。つまりノーコメントではない。はい、その通りです。他の連中はどこだ。捜査ですよ。ニュースで見ましたが、80年代の麻薬戦争です。白いスーツでも着るかな。下はピンクの T シャツか。ストダード、お前は特別任務だ。メンドーサ刑事、ダオ刑事、オフィスに。メンドーサとダオ。挨拶は済ませたか。ええ、まあ。よし、お前たちを組ませる。座れ。メンドーサ、君は大量のコカインを押収した。おめでとう。ドラッグにスタンプが押されている理由はわかるか。正規の流通ルートのものだと保証するためでしょう。そうだ、押収したコカインのスタンプは初めて見たわ。逮捕者によれば下ろしたのはタイソン・ラッチフォード。そいつはダオ刑事といざこざがあった男のようだが、彼に事情を聞きたい。警部、メンドーサ刑事のやり方は言いたくはありませんが乱暴すぎます。なら大丈夫だ。確かにきっと馬が合うはずだ。行っていいぞ。言っておくが、ホテルで指揮してたのはストダードだ。でしょうね。言い訳にならないけど。言い訳じゃなくて事実だ。タイソン・ラッチフォードは何者だ。高純度のコカインを扱ってる。あなたが捕まえた連中とは比較にならない。でも時々昔の仲間に配ってるらしい。そいつらを探そう。私もそう思ってたとこ。よく作ってるよね、これ。オブジェクト、わざわざキャンペーンのためにさ。ゲーム中したら出てこんのね、これ多分。それで今夜は無茶はなしよ。これはもう戦争だわ。分かってるさ。この半年で友人が2人も殺された。パトロール中だった。ええ、私も聞いた。ショックね。ああ、今のマイアミは戦場よ。ああ、だからこそ俺たちが必要とされているんだろう。ストダードが言った通りね。なんだって。警官の仕事が好きだって。ケイ、ね、さん窓が汚れてる、綺麗にするよ。ああ、ちょっと掃除するわ。勘弁して。おい、オッケー、はいはい。じゃあ、そうだ、ねえ、ねえ、ちょっと5ドルでどうです。ねえ、ほら、あれだよ、あのさ、俺の投資ってやつ。悪いな、勤務中だ。オッケー、オッケー。刑事さんは俺たちのために働いてる。気をつけて。バカ野郎。知ってるか、ここからさほど遠くない場所で。投資が意味ある人間ならこんなとこでやってねっつ。なら大した出世ね。当ててみよう。出身はサウスビーチだな。冗談はやめて。ロスよ、オレンジカントリー。ああ、なら出世の逆か。そうね、そんな感じよ。なんなんだ麻薬の取り締まりみたい。勝手に入ってきてんだよ。ちゃんと要件は満たしてる。あんたの許可はいらない。そうかよ。ねえガズマン、それは誰。ハグズの野郎だ。この野郎、ホットショットを2台に山ほど積んでやがった。ハグズ、友達のタップはどこ。そんなの知らねえよ。タップを探してるとか。ああ、知り合いか。いや、けど仲間のブリックスが他の連中と一緒に12番ストリートにいた。ありがとうガズマン、助かったわ。お見事だ刑事。開けろ、俺の家だぞ。あれは勝手に送られてくるんだ。意味深やな。プロだったのはこのマイアミでも、生まれは別。そうでしょ。生まれたのはハバナだ。本当？キューバを出たの。母親に連れられて。タフな人さ。お父さんの方は。さあ、長いこと会ってない。
20年か。父親から逃げるのが目的だった。キューバにいるのね。思うにもう死んでるかもな。俺はそれでも構わない。素晴らしい人物だったようね。いや、そうだな、その通りだ。保護命令は出してくれなかったわ。配達証明書がないからって。けど、あのクソ野郎の住所もわからないの。どうやって配達証明書。さあ、ふざけんな。一体何を。どうしたの。ここにバカ横回したのかな。 すげえな。蓋が合わない。じゃあまた。くたばれ。応援を呼んだ方がいいかしら。ああ CP ならスワット送り込む。 CP ってなんだよ。ねえ、車だとここの連中が警戒する。長押しで乗り物降りる。13号車車降りる。市がこの区画を閉鎖したから出入り口は一つよ。ああ、格差を生み出す最低の政策だ。オッケー。歩車道がちょっと気になるな。まあいっか。探してる男はいつもこの辺りをうろついてる。バニホが使えんのよ。あ、バニホできる。ダッシュが使えんのよ。なんだおまわり、俺とやるか。何をやるんですか。この辺りにも詳しいんでしょ。まあけどしばらく来てない。案内は任せる。2って何今の。トーマス、ポケットを調べられたら困る。何も2とか3とか。おいとしつけてバッグにしまって。なんか道なりに進んだらなんか新しい発見がなさそう。って言うたらなんかなっとる。あ、人が転がっとるんかと思ったら人じゃなかった。この中に入ることはできない。できませんでした。こっちに道なりに歩いていくと。よし、ブリックスよ。気をつけて面倒さ。何をするかわからない。あなたが言って。私は顔を知られてる。顔を知られてる。できるって言ったろ。こう正面から行くんじゃなくて裏側から行くとどうだ。楽勝だぜ。わかるか。わかるだろ。ああ、わかんねえだろ。どっちもわかっ。バッジを見せると容疑者の一人の動きを止めることができる。容疑者に武器を向けて牽制することを忘れてはならない。武器を向けていないと反抗心が高まり警戒インジケーターが赤く満たされていく。あ、ちょ、エリア外 G。動くな。あ、何もない空間に向かって警察バッジ出せるんかなってやろったら一発へしょくらった。余裕だっての。楽勝だ。こうやってかるか。このかるだろ。このゴミ箱の裏から。ゴミ箱の裏から動くな。動くな。ダメじゃん。まともにやろう。サクサク進ませてこう。その方がいいわ。はい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 、動くな動くな。はい動くな。はい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 、わかりました。はい、わかりました。よいしょ。え？ G 押してるからね。
え、まさかこれ、またキーボード機関係これ。できた。お、なんか用か。警察だ。聞きたいことがある。で、撃てません。刑事さん、こいつは新しいパートナーよ。悪い刑事と最悪の刑事の役。タップはどこにいる？いるわけねえだろ。最悪の刑事がいいみたいね。撃てません。ニック、取り押さえて。はい。タップの居場所を話せ。それで用は済む。この暴力警官野郎が、奴はカウチのところだ。それで十分よ。行きましょう。このままで済むと思うなよ。法律は知ってんだ。ブザマ。おい、このまま放っておくのか。本当に良かったのか。いいえ、けど奴は前に潜入捜査官を殺そうとしたろくでなし。殺そうとしたってか、今3回ぐらい殺されたからね。普通に多分これ直で言ったらね、あれなんよ。また撃たれる気がするから、ちゃんと。あれはタップの仲間よ。こっちのことバレたくない。お、走れる。敵に気づかれないようにする。来て、こっち。え、なんでそっち。お、二度出番やんそれ。こっち。開けろ。このことを秘密にしてね、パートナー。何かあったのか。手先はやらしいんですけど、大丈夫ですか。いいわ。オーケー、来て。ゴーゴー。はい。任せろ。回通れ。ありがとう。そう、最初に乱暴とか言って悪かったわ。ひどかったように聞こえたから、あなたは悪くなかった。ジャンプ。君から見てストダードはどうなんだ。俺が組んだ時間は短かった。頭の中まで筋肉。何でも力で解決できると思った。あれ？しゃがみができんのじゃ。あとキー変えよう。結構作られてるなこれ。でも寄り道すると時間の無駄だからちょっと。シャキシャキいくよ、シャキシャキ。いい、ここはタップの島よ。誰かに見られたら彼に知らされるわ。見つからないようにして。わかった。こっちは勝つんだ。はいはい。あ、ちょっと見られた。百鬼を投げて犯罪者の気をそらすことで身を隠したまま進むことができるって、これいきなり逮捕したらどうなの。え、待って、敵の気づかれた。てか逮捕できんじゃん。逮捕は決まった相手しかできんみたいですよ、これ。薬莢を投げて気をそらす。この薬莢、敵の頭にぶつけたらどうや。何か壊れたか。ほい。ダリル、上から何か落ちたみたいだ。あ、バレる。あっぶね。ダメですね。遊んでるとダメですね、これ。敵に気づかれないようにする。どうすればいい？わかりました。だってこの先よ。けどあの二人のどちらかを片付けずにこの先に行くのは無理だ。あっちゃ。ああ、任せる。すいません、ちょっと待って。おい、聞こえた。行ったっしょ、これ。はい。はい。できれば殺したいんですけどね。あれこれ使えるじゃん。今、声裏返ったし。こんばんは、タップ。逃げないで、後悔するわよ。タイソンを探してるの。あんた新しいパートナーか。
彼女に空手は見せてもらったか。空手はそんなことしません。空手なんて伝説。あんた行かれてんな。タップとタイソンは長い付き合い。マイノリティの街に入り浸る白人仲間。タップはずっと。よし立て、手は頭の上。タップ、タイソンはどこ？教えて。どいつもタイソンを探してる。ニュースは見たろ。奴は身を隠してる。今のところ生きてられる確率があんまり高くないからな。ああ、だからお前なら何か知っていると思ってきた。付き合う義理はねえ、俺には。ニック、逮捕して。逮捕だ。どうするのかと思ってた。あっへっへ、奴は手錠で興奮する変態ばっかだ。最初だけだ、すぐに慣れて飽きる。タップ、おい、なんだよこれは。あ、そいつは人からもらったんだよ。あ、手配中なのは分かってる。どこかにコカインを隠してるのもだ。さっき逃げた子供、そいつが今頃コカインを運んでるんだろう。主犯というにはあの子供はまだ若すぎる。となるとお前を麻薬の所持で引っ張る、それしかない。あ、俺に何をさせたいんだ。タップを尋問する。目標達成。ねえ、ちゃんと聞こえる？聞こえる。マイクの方は？なんか言って。今言ったじゃんね。クソだ。一つ言っておく。お前は別に裏切りを犯すわけじゃない。歩いて行ってタイソンがいるか確かめて出てくる。スキャナーを装備。なら俺の代わりにあんたが行け。タップの顔をスキャンよ。してますけど。ズームせ、長押しで分析。はい。スキャナーは地方と連邦の全データベースに接続されてる。情報の海へようこそ。百キロ投げると投げません。投げれません。タップ、その他、通称多数。いらんこと言ったらまた何か見せる人だけでやっとこう。頼むよ、タイソン見つけて。どれも見たことない顔だ。スキャナーに集中して連中が誰か確認する。はい。それは指向性マイクも装備してる。周囲をスキャンして音を拾ってみて。ヌエトン、これお薬作ってんの？ナースじゃねえかって。だからよ。はい。なあおい、今日は雰囲気がやべえぞ。大将お任せ。了解だ。なんじゃ？いや、なんもない。見たかな？マジでクソだぜ。ほんとクソだ。80年代を見てみろよ。あの頃はもっとまともなチームがあったぜ。ええか、ロサンゼルス。タイソンはこの先だ。5分だけだぞ。何に気づけ。タップ。ここで何してる？タイソン、スキャンして。証拠になる。いや、見えませんけど。タイソンが隠れてる。別にいつも通りだぜ。動くのを待つ。俺を探すのはやめろ。今は危険だ。タイソン、ちょっとでいい。頼む。わかった。こっち何もらんの？何があるか見てやる。問題ない。OK だ。分析、ロレースケント。で、どうすればいい？おいおいおい。連中をできるだけ多くスキャンして。いや、しましたけど、これ何のマークこれ？これなんか。あ、くそ！狙
狙いはタイソンだ。彼を確保。タイソンを助ける。CP、こちら13号車、銃撃を受けた。これより応戦する。てなんでこの人は人任せな、自分でやるよ。交差点で銃撃の通報あり。全ユニット注意。行くわよ。はいはい。武器は。こっちでカバーしてるわ。そいつら逮捕してる。いや雇ったって聞いたぜ。いや待って、いや武器がないんですよ。兵隊を連れてきたって。せいぜいアトランタだろ。そっか G ボタンか。呼ばれ。はい。ぶっ放してる連中、あいつらは誰だ。知らねえって。町中で売人を襲ってるイカれた連中だよ。このゲージが上がっていくと良くないんだ。避けるんだ。待って。おいおい。おい何も知らんに撃たれたんやが。別にこれあれでしょ、情報機関の話進むでしょ絶対。わざわざそんなコストかけんよね。なので、はいはい、わかりましたわかりました。はいはい。止まれ。ボスじゃん。はい撃てよ、はい撃てよ。撃てんし、ちょっと待って。殺のクソが。かい。カバーするわ。あれ撃てんし、いいかこれで。どこ行った、これスキャンすると。お、なんかある。対象マークでも死にましたからね。手配被疑者に手錠かけて点が稼げるわよ。警察だ、壊れ。言う通りにする。こうやって確保した方が得点が高いんか、もしかして。お、やるじゃん。回収を頼む。で、あいつどうすっかな。これ投げたら、薬莢投げると。おい反応せえよお前。いや、あっち向いてよ。ああ、こっち向きそう。いてた。ダッシュできん。あたりを調べる。誰かいないか。特殊が持ってきた。応戦する。了解、13号車。十分気をつけ。そう。行くわよ。弾を無駄にしないで。これもダメなのかな。ダメな、ダメなんだよ。やつはこっちに来た。そこにいるぞ。タイムクライシス。固くね、こいつ。固くね。フェッションもなんで損じゃん、これ。下がれ、下がれ。っていうかね、これなんかキーがデフォルトなんだよこれ今。この暴力警官現れる。え、待てよ、これこうすると。もう死んでるから無理。これなんかいるけど、上クリアよ。上に行きましょう。はいはい、タイソンにまだ追いつかないのか。今のは何だ。はい、決まってみて。何だ。どう調べろ。よし、チェックする。取り押さえと手配何が違うんや。調べれ。おい、そこは見たか。全部確認しろ。はい。ほいほいほい。はい。これ動くなってるか。動くなって行くのこれ。はい。頑張れ。おい、誰だ。こうすると。気をつけろ。逮捕。だ、ほい。クリア。あっ、あ、この人片付けやがった。ポイント、分析。オーケーよ。スキャンしてタイソンにつながる証拠がないか確認して。普段行く箱。どっかバイブってるよこれ。
とりあえずとここ見てみよう。Q ボタン。てかちょっと近いこれ。近い。お。その調子よ。スキャナーが鳴ったら証拠が近くにあるわ。え？さっき鳴ったよね。ファイルかもしかしてこの。ファイルではない。え、なんで鳴ったん今。え？お？いや、マジどこかわからんのですけど。時計？時計ではない。え？ドーナツ。いや、違う、ハンバーガーだった。これか、もしかして。これか。え、違う。は？冷蔵庫？冷蔵庫ではない。え、どこ？ゴミ箱の中？ではない。え、どこ？これか、もしかして。見たやろ。ニック、これを見て。タイソンがいたのか。どうしたの？はい、はい、見ろ。タイソンはいなかった。ビデオチャットだ。くそ。接続できそう。雑につけられたな。だろ。やつらが狙ってたクソ野郎はお前だ。あら、タイソン。クソ。最悪だな。タップは消えたぞ。仲間は皆殺しだ。クソ。まあ、俺の仲間じゃない。時々ブツを融通してやってただけだ。誰に狙われてるの？そいつが分かってりゃ苦労するわけないだろ。居場所を教えろ。守ってやる。さあ、それはどうかね。タイソン、クソ、どうなった？急がないとタイソンが殺される。 CP、こちら13号車、接続先の IP をトレースして。13号車、了解。あ、トレース実行中。数分待ってくれ。了解、行きましょう。数分じゃ終わらないわ。ん？タイソンの行動はつかめ。なんか出たけど。居場所が分からないということか。車に向かう。開きません。くそ、面倒さ、早く出ましょう。どうだ。そうなんだけど、ポイント欲しいな。なんか開示条件にかかりそう。待って待って待って、今なんかいた。ちょっとめんどいわ。13号車は容疑者と交戦を開始。了解。13号車、待って待って、キコンフィがまだ追ってなかったね。受け取って。ふざけんな。気をつけろ。おっと、くそ。おい、なんだ。どこにいるはずだ。現地に急行せよ。銃撃を確認。おい、なんだ。あ、くそ、逃がすな。いや、めっちゃ音するけど敵いないからね。よし、気をつけろ。おい、なんだ。ちょっと待って、映ってないじゃん。でも映ってなかったよね。俺マップに立ち今。ちょっと投げてみようか。スキャナーでこうやってマークすればいいんか、もしかして。撃つなよお前。これヌーブヌーブ。仕留めた。仕留めただなお前。今から逮捕しようと思ってたのに、ちょい邪魔。しかも邪魔邪魔だけはすんな、ほんと。おい、いたいた。気をつけろ。くそ、やっちまえ。やるんだ。声はするんだけどさ。おい、そらそら。やつを撃て。おい、大丈夫か君、耳機能しとるかお前。やるんだ。よし、逮捕する。なんでこの人らこんなに素直なん。さっさと殺して埋めた方がよくね。
誰だってそうする、俺だってそうする。ダオキ、 IP から場所が分かった。目標達成。助かるわ、情報送って。お友達のタイソンはきっと気づいてないぞ。ヘリで偵察を要請するわ。で、突入したら奴を確保して脱出だ。手を貸して、面倒さ。捜査令状なしじゃまずい。言うこと聞いて。お前はその手の法律に詳しそうだな。逮捕しに来たわけじゃない。今すぐここを出る。荷物取ってくる。おい、それで一体何がどうなっているんだ。俺はここで毎日毎日帳簿と格闘してんだ。ストリートで稼ぐのはとっくに卒業した。最近抗争が激化したが、俺はまずい側についてたらしい。分かるのはそれだけ。どこか別の場所で。はい。鍵閉めとけよ。撃たれた。どうなる？くそ。よし、押さえてる。どうだ？中押しで圧力を上げる。はい。ちょっと待って。はい。分かってる、我慢しろ。お前たちに用はない。ミク、いつもどうしたらいいのこれ。ふざけるな。大将へ。いや、見えませんけどね。だ俺にマグナム持たせるな。はい、こっちを見ろ。はい、しっかりしろ。はい、お亡くなり。もしかして無駄打ちしたらちょっとまずいと思うから。あ、くそ。かい、かい、あとヘリ戻ってこいよ。頑張れ。どうすんの。両サイドから攻めろ。銃を下ろせ。腹ばいになるんだ。警官だ、警官だ。一人撃たれた。動脈をやられたみたい。よし、出血が少なくてよかった。手を上げろ、早く。はいはい、どうも。刑事、ご存知ですか。ああ、彼か。帳簿担当の男らしい。お？終わった？エピソードの開始まで20秒。会は数週間の療養を余儀なくされる。危うく部下の一人を失うところだった。どうず警部は慎重に次の手を再検討していた。クロスト？あ、押すと先に進むとか？あ、それっぽい。証拠集め。ちょっとここで一旦。次回のハードライン。お膳立てを台無しにしたのはそっちだと伝えろ。問題でもあるかしら。今のは何だ。最後まで動画を視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ画面上のボタンからチャンネル登録をお願いします。もし画面上にボタンが表示されない場合には、動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボルクスでした。